どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。ついに来たな、俺たちの時代が。待たせたな、サイバー流奥義使いのみんな。本日はサイバー流奥義やっていきましょう。強くなったね、本当に強くなりました。サイバー流デッキ、今まではまあちょっと若干まあなんですか、一発屋デッキというかだったんですけれども、本当に強くなったサイバー流。新パックで登場したこのカードと、このカードとこのカードがマジでやべえ。これはもうすべて、このカードすべて OCG の方のデッキでも、採用されている超ガチ中のガチカードになっております。まずサイバードラゴンコア、召喚に成功するだけで、サイバーまたはサイバネティック魔法トラップカードを持っております。まあ、要するにですね、この辺の魔法トラップをすべてサーチできると。召喚に成功したわけで、まあ、アマゾネスでいうとこの王女とか、あんな感じですね、イメージ的にはね。で、もちろんフィールドとか墓地にいる場合はサイバードラゴンとして扱いますっていう、あの例の効果がついていると。ほんで丸三番もね、これね、結構ね、OCG の方だとよく使うんだよね。相手のフィールドだけにモンスター存在しているっていう、その要はサイバードラゴン条件で、この墓地のこいつを除外するとサイバードラゴンをデッキから出してくるよっていう、サイバードラゴンモンスターをね、出してくるよっていう効果があるんで、まあ、これ使うんですけど、よく紙の方だと。これね、まあ、リンクスだとあんまり使わないかな、丸三番は。ほんで、これですね、サイバーロードフュージョン。めっちゃ強えわ、やっぱ。何が強いって、コアでサーチできるから強えんだ、融合が。フィールド、速攻魔法なんですけども、これ融合魔法なんですよ。フュージョンって書いてあるし。で、これね、どっから融合するかっていうと、フィールドか墓地からとか、フィールドか手札からとかが多いんですけど、これね、フィールドか除外されてるゾーンからっていう、かなり特殊な、融合召喚条件。フィールドか除外されてるゾーンからサイバードラゴン、モンスターを融合サイトする融合モンスター1体を影響された特殊ができるよと。まあ、これサイバードラゴンモンスターを融合サイトするなんで、これ大体全部出ます。サイバーロードフュージョンでもうこれもこれも、これもこれも出るね。で、除外ゾーンかフィールドにいればいいんですよ。まあ、まあ要するにそのサイバー流奥義っていうね、この最強のスキル、プロトサイバー出すよっていうスキルで、まあもちろん素材用紙でもいいんだけど、これね、除外されてるゾーンを活用するカードがあるんですね。これはですね、オーバーロフローという、サイバーテックオーバーフローという、このカード。まあ、生放送でも必死のほど使ってるんで、皆さんもよくご存知なのかもしれないんですけれども、紙の方でも、お指示の方でも、割と1枚とか2枚ぐらいは採用されているカードで、要はなんでかっていうと、このコアで持ってこれると。でね、これね、リンクスだとね、これが強いわ。リンクスだとこれが本当に強い。これどういう効果かっていうと、もうぶっ壊れなんですよ。とにかく簡単に言うと。手札か墓地か、フィールドのサイバードラゴンですね、これ。サイバードラゴンモンスターではなくて、サイバードラゴン。これを、任意の数だけ選んで除外するよ。で、その後、除外した、数だけ。IT フィールドのカードを選んで破壊しますよ。対象に取らない破壊。そして、まあ、この、なんだろう、サイバードラゴンである必要があるんだけども、フィールドだったらサイバードラゴンだから、大体この辺のモンスターは。だから、まあ、問題はないよという感じですね。でね、これ、ね、バカにできないのが、この丸2番の効果。フィールドのこのカードが効果で破壊されると、デッキからサイバー魔法トラップか、サイバーティック魔法トラップを加えるっていう、まあ、コアみたいな効果を持ってるんですよ。これがね、結構バカにできない。意外と。まあ、ギャラサイとか、あと、ブラロとか、それから、まあ、相手のランページとか、ああいう効果で反応して、この辺の、もう一回、まあ、サイバーティックオーバーフローを持ってくるとか、このリペアプラント持ってくるとか、このサイバーロード持ってくるとかできるんで、これめっちゃ強いですね。破壊された場合の効果も。ほんで、今回は、その、結局、コアスタートって言いないと弱いですよ。サイバー流って。コアがマジで初動で、これがないとマジで始まらないんですよ。だから、このサイバードラゴンコアをサーチしたい。で、サーチするのどうするか。リンクスには、サイバーネティック、エマージェンシーサイバーか。エマージェンシーサイバーがないので、これしかないんですよね。コアをサーチするんだったら。だから、墓地にサイバードラゴンが行っている必要がある。だから、オロマイすればいいと。オロマイをすればいいと。そういうことです。オロマイをすればいい。今回、オロマイが1、2、3、4枚体制で入ってますんでね。まあ、これ、ネオスフュージョンを2枚にしたかったんだけども、これをどうしても入れたくて、俺。どうしてもコンセント入れたくて。
だから、一応これネオステーション1のコンセントになってる。まあ、コンセントじゃなくてこれネオステーション2でもいいかもしれないです、普通にね。で、濃度的にライフを減らせると結局即座に例えばコズミックサイクロンとか、主演の宣告者撃ってプロトサイバーからのサイバードラゴンコア召喚からのサイバーロードができるから、まあ、一応この辺のライフ、削りカードは僕は入れています。まあ、なくてもワンチャン回るけどね、これは。はい。で、フェアもフィールドに出てこれるんで、サイバードラゴンが召喚すると手札から出てこれるんで、なんでフィールドに、サイバードラゴンとして出てこれるということで、まあ、この辺のカードとも相性がいいかなという感じですね。はい。以上でございます。あ、一概ネオス。かっこいいでしょ。ジャンフェスのやつね。ということで、早速ね、サイバー流奥義、強くなったサイバー流奥義のね、激ヤバムーブ、見せていきたいなと思います。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、迷宮兄弟さん、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。あー、ユハさんのか。なるほど。ロンギヌスかサンダードラゴンか。まあ、多分これ迷宮作戦だと思うんですよね。なんで、まあ、多分サンダードラゴンなんじゃないかなと思うんですけども。これどうしようかな。ネオスしてもいいんだけど。これコア、これ、多分ね、コズサイ入ってないんじゃないかな。コズサイが入ってるデッキか、入ってないデッキかっていうのがちょっと、まあ、ミソになってきてて、このムーブの。これね、多分入ってないんじゃないかな。まあ、入ってたらごめんなんだけど。これやっぱコズサイが辛い。どうしても。結局そのバックを除去するカード。コズサイが。まだね、サイクロンだったらワンある。だけどコズミックだとマジでワンない。ほぼコズミックサイクロンとかいうカードマジで早かった。絶対実装すんの。除外すんなよ、マジで。センライフも。払うのもなんかリンクと相性いいしよ。あ、で、オーバーロードフュージョンはなんか使わなかったんで僕抜きましたね。なんかもう使わねえやと思ったあれ、あのカード。サイバーロード持ってこれねえし、あのコアでは。まあ、一応、リューマドーでは持ってこれんだけど、リューマドーはどうせ、あの持ってくんのあれやから、ネオスフュージョンだから、なんかもう使わねえやと思って、抜いたわ俺、オーバーロードフュージョンは。うん。まあまた使いますけどね、オーバーロードは5連打デッキで。5連打デッキっていう最強のデッキ考えていくからさ、未来オーバーですよ。あれで使うからちょっと待ってくれ。オッケー。で、ライゴーな。オッケー。いいよ。ライゴー強いね。ライゴーやっぱ強いんだよね。俺、打点高いが正義だからさ。28。このサイバー流超えらんねえから。サイバー流も出さないと。基本的に。ま、オーバーフローがあるんですけどね。さあ、カード1枚セットしていく。もう1枚セットしていく。いいでしょう。ミフェ終了前、バトルフェーズ。まだ早いか。バトルステップまで行っちゃっても別にいいけど。はい。どうぞ。殴っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。サイバーディックオーバーフローの効果発動、フィールドおよび、墓地および手札よりサイバードラゴンをゲーム開始開始、てめえのフィールドのカードを破壊させていただくぜ。で、あいつ、この獣で出てきたサイバードラゴン戻るんで、エンドフェーズに戻りますんでね、あいつは気にしないでいきましょう。あとはバックを除去するだけと。え、じゃあリュウさん、バックどうやって除去するんですかと思うじゃないですか。あるんすよ、最強カードが。エンドフェイズまで行こう。エンドフェイズ、サイバーロードフュージョンの効果発動、除外されているサイバードラゴンモンスターをデッキに戻し、俺はこのモンスターを融合召喚する。キメラテックランページドラゴン、そしてランページドラゴンは融合素材にしたモンスターの数まで相手のフィールドの魔法トラップカードを破壊できる。やべえやべえんだけど。おい、一掃したぞ相手のフィールド。キュアルテックランページドラゴンの効果、デッキより機械族光属性モンスターを墓地に送ることによって、墓地に送ったモンスターの数だけ攻撃権が増える。そしてサイバーリペアプラントの効果、墓地にサイバードラゴンが存在する場合、サイバードラゴンコアをデッキから手札に加えることができる。そしてサイバードラゴンコアを召喚し、サイバードラゴンコアの効果、これでまた相手のターン3枚ものカードを破壊できる。バトルくらえ、エターナルヘブンズバースト3連打。ライフ4000では足りないな。対戦ありがとうございました。ライフ4000マジで足りてないんだけどこのゲームマジでさ、
ライフ4000足りてないんだけど、モーレフか。モーレフ1枚か。スナロケは光りますか。光りますね。あ、じゃあ、エレメントセーブいるか。なるほど。じゃあね、まあ、リュウマドの守護者いきましょうか。リュウマドの守護者で、ね、どうしようかな。これ裏側にされたらめんどくさいんだよな。裏側にされたらめんどくさいんで、ちょ、一応本当はネオス捨てたいんですけどね、できれば。ネオス捨てたいんですけど、これ裏側にされるとネオス蘇生できなくて、俺ネオス1枚しかやってないから。でもさすがに死ねえか。今ネオス捨てたかったかもしんねえな。さすがにこのタイミングで死ねえかっていう説はあるよね。で、ブレイブネオスで、今ちょっとネオス捨ててもよかったかもしんないけど、まあ、ワンチャンね。ワンチャンあるから。ネオス捨ててネオス蘇生できないっていうパターンか。はいはいはい、オッケー。まあ、オーバーフローは1枚ぐらいあればいいでしょ。で、リペアプラントの効果によって、デッキより機械属機械属性モンスターをっていうのに加えていく。これね、デッキからね、加えるモンスター、機械属、光属性だったら何でもいいんですよ。だから、結構ね、OCG だとすごいいっぱい加えられて、まあ、怪獣とか、あと、サイバーエルタリンとか、なんかね、いろんなカードを加えられるんですけど、まあ、とりあえずコアですね。今、現状、リンクスではほんとコアをサーチする用として、入れてます、私は。で、オーバーフローセットでしょ。で、バトルでいくんじゃない、これは。でも、まあ、これはさすがに止めてくるか。これ止めるだろ。まあまあまあ止めるよね。で、あー、オッケー。で、マローね。マロー。マローさん。もう殴んない。殴れるか。いや、でもプレイが飛んでこないだろ、さすがに。でもこれ、あー、でも一応アレイスターはありそうだな。ちょっと。自爆特攻しといてよかったか。アレイスター、まあでもどっちも同じか。結局いいや。別に。いやいや、大丈夫だ。多分大丈夫。多分大丈夫。ね、アレイスターもね、多分いるんだよな、これ。やっぱな。うん。まあ、伏せないってことがいるわな。で、アレイスター召喚して、アレイスター効果で、プルガトリオが出てくるのか。オーバークローをちょっと使いたくなかったんですけど、これ使わざるを得ないパターンありますね、これ。使わざるを得ないっていうパターンあるわ。最後で、あ、オッケー。召喚魔術。召喚魔術なんだったら、炎属性とアレイスターですよね、多分これ。てか、そろそろさ、光属性でね、召喚獣ね、メルカバーっていうやつと、あと風属性とライディーンってやつがいるんですけども、そろそろ来ると思うわ。おそらく。ライディーンとか結構やばいよ。ライディーン、マジでモーレフだからね。ライディーンはモーレフだから、めっちゃ強いと思う、多分、ライディーン。まあ、打点低いけど、確か。2000ぐらいしかなかった気がするけど、確か。ライディーン。なんかね、風とね、光は来ないかもしれないけど、風はでもそろそろ来るかもしれない。はい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 。まあ、回収はいいですよ。これさ、ガメてるんじゃない？これ。これさ、だって伏せないのおかしくない？手札。これ多分だけど、アレイスター2枚ぐらいあるんだろ、これ。4級か。4級結構やばいけどね。まあ、じゃあ一応様子見よう、これ。一回様子見るわ。これ様子見るわ。これ様子見よう。一回様子見る。サイバリー奥義もあるし、次のターンの。あー、まあ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 、1枚はあるよね。これ3枚あったら俺死ぬのか。100残んのか、一応。あ、残んねえわ。やべえか、3枚は。あぶねえ。3枚はねえわ。オッケー。で、それは殴られるんで、そこは破壊するしかないですね、これ。これ破壊するしかなくて、もう。サイバーティックオーバーフローの効果で、フィーア除外して、こいつはもう殺すしかない。これはね、しょうがない、もう。これは、ほっといては知るから。で、これ、プロトサイバーが出ると。プロトサイバーは出る。プロトサイバーは出ると。あー、サイバーロード来ちゃう。いいね。コア召喚か。コア召喚する。コア召喚する。で、コア効果で、オーバーフローじゃない？これ、もう一回。もう一回オーバーフローかな。もう一回オーバーフローでいいと思うわ、これ。もう一回オーバーフローだね。で、一応反転召喚を、して殴りに行くか。セットで反転していく。で、バトルしましょうか。さあ、殴っていこう。ラスオブブレイブ。さあ、おじさんどうしますか。あ、まあ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 、裏返しにはすると、裏返しにはしていく、裏返しにはしていく。あ、そっちなの。そっちなんだ。あ、そっち、なんでだろう。なんで、なんでだ。これは普通にじゃ殴るぞ。え、これ、あれ、これ勝ったな。あら、急に勝った。プロトサイバーは、殴っていいんだよね、これ。あれ、サイバーロード確かいけんだよ、これ。サイバーロード確かいける。これ確かいけんだよ。これは、この、
カードで融合召喚したモンスターしか殴れないっていう効果は後から出てきたら関係ないから、確かこれいけんだ。オッケー、来たこれ、来たこれ、来たこれ、エボリューションツインバースト2連打、強い、やべ、速攻魔法の強さ。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、武藤由紀くん、よろしくお願いします。じいちゃんのカードかよ、アドソンか、これアドソン、あ、スーパーアドソンデッキこれ。とりあえず行きますか、一応。ちょ、普通にじいちゃんされそうだったらもうロスサメンドするわ。ほい、で、はい、いやー、これ強い、これは強い、これマジ激強ムーブ、これ激強ムーブすぎ。これ相手のモンスター2体、魔法タップ2枚破壊できます。やばすぎです、これやばすぎ。オッケー、コズミックサイコンだけやめてください、コズミックサイコンだけやめてください。どうしますか武藤くん、これはやばいぞ。でもね、このムーブできるとこれやばいね。あー、リュウマドの守護者、はいはいはい、リュウマドの守護者、1枚捨てて、リュウマドの守護者、じいちゃんのカード、マジカルフュージョン。ちょっと待って、あれ、俺なんか嫌な予感するな、嫌な予感がする。まあ、高等儀式術はね、これエクゾディアパーツ落とすんだよね、だから多分これ落とすんでしょ、エクゾディアパーツ多分だけど。あれあれ、これやばそうな気がすんな、やべえ、なんかハニヤみたいな、どうしたこれ、これやばい、これはやばそうな匂いするぞ。ちょ、ここまででちょっとやめ、あ、でも、マジカルフュージョンサーチしてるわ、そういえば。ちょっと待って、やばい、ちょっと待ってくださいね、これさ、これやばいやつじゃね、これ。これやばいやつじゃね、これやばいやつでは、やばいやつ出てくる可能性あるな、これエクストリック2枚ってあんだよ、お前クエンテッド、これ効果で破壊できないの強すぎだわ、これやばい、ちょっと待って、サイバルテックオーバーフラー撃つしかなくて、撃つしかないで、撃つしかないと、で、まあ、2枚を除外していく、2枚除外して、これはこれは無理やから効果高できないから、これとここ、ここですね、これこうする、でネオスピードの効果で耐える、で、あ、サイバルテックオーバーフラーの効果 OK で、サイバーロードフュージョンしかないか、これフュージョンしかねえだろ、フュージョン持ってくるしかなくて、で、殴るのは耐えていく、殴るのは耐える。ちょっと待って、でも、待って、俺4号突破するじゃなくね、あ、深淵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 来ない、深淵は来ない、これやば、4号やべえな、4号はさすがにやばい、4号はさすがにやばい、いや、こういうモンスターのために僕新入れてるんですけどね、これやばい、これはね、これはガチでやばい。出たー、このデッキ、このデッキ強すぎなんだけど、スキル発動した方がいいか、スキル発動して、プロサイバーにして、サイバーロード、サイバーエンドでも超えられないのか、キメラテックオーバーは4支配323200、届かねえ。届かねえんだけど、届かねえんだけど、マジで言ってる、あ、しかもこれダメじゃん、これセットしたらダメだ、やべえ、間違えた、ちょっと無理なんだけど、ちょ、4号でさ効果破壊できないって、こいつも大概でしょ、こいつも大概なんだけど、勝てねえよ、そんなことされたら、そんな勝てねえよ、やべえよ、4号マジで、4号はガチで深淵だわ、これ深淵だわ、これ深淵ゲーやった、深淵が来たい人生だった。サレンダーまである、一応殴る、一応殴るか、4連打できるし、このモンスター強いから、1連打、ドイッ、おいっすー、おいっすー、おいっすー、明けましておめでとうございます。